こんばんは。今日はもう数分しかないのでランキングは読まず挨拶で終わります。今日さ、ホテル帰ってきて配信しようと思ってたんですよ。そしたらすっかり寝てて、で今起きたのでちょっと配信しようと思って、今日は数分しかないのでランキングは読みません。そうなのよ。でも今日も普通に喉悪かったんですけど、今寝てから起きた後がなんかめっちゃいい感じ、声治りましたじゃん。割と治ったけど、一回咳が出たらなかなか止まらないバージョンになった。洋食キャラが似合いそう。ほんまかよ。今日はですね、今日もめちゃんこ早起きで、今日はワクワクのお仕事が2つありました。楽しかった。また連絡しますね。連絡またお知らせしますね。連絡ってなんか学校みたい。連絡簿とかありましたよね。連絡帳とか。ちょっと声良くなってるね。何とぞです。連絡網ってまだあるのかな。私の時代は連絡網ありましたよ。電話回していくスタイルのやつ。今はないの。確かに固定機とかね、家の固定機とかないところも多そう。時代だ。観覧板もありましたよ。今ないのかな。お母さんがよく観覧板出しに行ってましたよ。観覧板はあるんだ。不思議だぜ。
回覧板か、なんか観覧板っていう癖がついてる。回覧板って言った。あと1分だ。皆さん、今日もお疲れ様でした。もう一眠りします。皆さんもいっぱい寝てください。睡眠大事。じゃあおやすみなさい。今ここかゆい